オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間がやってまいりました。怪談研究家の吉田裕樹です。今日は伝説のフェイクドキュメンタリー放送禁止シリーズを手掛けられたテレビディレクターで演出脚本家の永江俊一さんをゲストに招き、特別対談形式にて授業をしていきたいと思います。それでは早速授業を始めましょう。ということで、はい、永江監督、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。永江俊一と言います。はい、なんだろう、職業は、テレビ番組の演出をしたり小説を書いたり、たまに映画を撮ったりしております。よろしくお願いいたします。はい、永江監督も放送禁止、はい、あのシリーズをはじめとして、はい、テレビの世界を中心にさまざまな作品を手掛けられてきておりますが、はい、今日はその中でも、はい、心霊ドキュメンタリーにジャンルとして近しい、はいはいはい、部分というものをお話しできればと思います。はいはいはい、そもそも永江さんはオカルトとか心霊は好きなんですか？はい、そうですね、好きですね。うんうん、小学生の時かな、エクソシストが公開されたりとか。じゃあもうザ・オカルトブーム。そうですね、オーメンが公開されたりっていう、はい、そのオカルトブームの頃に、育ったみたいなところもあって、はい、でそういう映画を好んで見るというのもありますし、横溝正史先生 の犬神家の持続の映画化もその頃で、はい、オカルトとはちょっと違うんですけど、でもそれを見て感化されたりもして、ホラー文化。そうですね。はい、ただそのいわゆる心霊っていうものが、この不思議なことというか、人間が死んで霊になってこうさまよってるとか、浮遊霊とかっていうのは、オカルトエンタメ大学でこんなこと元も子もないかもしれないですけど、あんまり信じてないというか、そのどっちかっていうと、そのないんじゃないかなというふうには思っていて、不思議なことっていうのは。ただそういう人間は死んだら霊になってさまよってる、天国に行く地獄に行くみたいな、そういうことを人間はみんな信じたいと思っている、そういう気持ちがそういう作品をこう作らせるというんですかね。その人間がその幽霊がいると思っているって思いたいって思う願望はなんか事実なんで、なんかみんながそういうのを好んで見てくれるんじゃないかなっていうところで、自分も好きですしっていうので、多分そういう心霊作品みたいなのが多くなってきてるんだろうと、よく好んで作るんだろうなというのは自分なりには思っています。はい、でもその不思議なことや、オカルト的なことで、私も実話怪談というものの取材が活動の中心になるんですけれども、別に幽霊が出てくることだけじゃないじゃないですか、もう不思議なこと全般って。逆にも実話怪談って、体験者さんがされる体験談って、幽霊出てくる話の方が全然少数派なんですよ。他にも例えば変な現象が起きてとか、変なもの、人ではない、人型ですらない何か怪しいもの、恐ろしいものを見るとか、あるいは異世界に迷い込んでしまうとか、自分たちの周りでおかしな噂があるとか、そういうものを丸々ひっくるめて、怪談でありオカルトであり不思議な話であるとは思うんですけども、そういう意味で言うと、はっきり言ってもこの日本の近年で一番大ヒットした怪談都市伝説というのは、杉沢村伝説だと思うんですよ。あれこそね、杉沢村という、よくわからない、何かどこにあるかわからない村が青森の某所どこかにあり、若者たちがたまにこう迷い込んでしまうグループがいたりして、そうすると、そこには古ぼけた鳥居があって、ドクロの形をした岩があって、なんだここって降りていくと、家がポツンポツンとあって、こんな村あったんかって思ってると、それこそ殺人鬼のようなものに襲われたりして、で杉沢村っていうのはもう限りで日本人でオカルト的なものは好きだったら誰でも知ってるトピックになったんですが、じゃあその流行った原因を作った犯人でもあるんですもんね。そうですね、地上波で杉沢村を取り上げましたね。はい、ね、まずは聞きしたいのが、放送禁止についても後でお聞きしますけれども、ちょっとね、我々オカルトエンタメ大学としても、まずはじめに、奇跡体験アンビリバボーで2000年に放送された杉沢村特集、
もう杉沢村について調べたら絶対に触れざるを得ないトピックあの番組のあの回、はい、っていうことについてお聞きしたいんですけれども、はいはい、あれはどういった立場で関わられたんですか。あれはまあその杉沢村のあの番組アミルワゴでやった VTR の、はい、VTR 演出を、はい、あのやらせていただきました、はい、まあ、再現ドラマパートがあったり、はい、あとはスタッフが青森まで、そうですね、それを全部、はい、あの再現ドラマ部分も、はいはい、その VTR の中の全ては、はいはい、私が演出をさせていただきました、はい、ちょっと出たりもしてるんで、はい、あ、そうですか、はい、スタッフが映ってると大体、はいはい、こう僕が映ってる、ああそうですか、はいはい、あの役場の人に話聞いたりとか、あ、そう、あれですね、そうだ、僕スタジオにも出たんですよ。あ、そうなんですか。あれ2時間スペシャルで、はい、結構長尺でやって、はい、そう、当時だから所ジョージさんとか、はい、関根勤さんとかが、佐藤愛子さんが MC で、で徹夜でも編集とかやってるわけですよ、うん、MMA とかやって、はい、で時間もね間に合わねえみたいな、こうなんかギャーとかやってる時にプロデューサーから、はい、スタジオに出ろって言われて、ってもうこんなもうなんかすっげえ顔してるのに、はいはい、もうちょ風呂だけ入らせてくださいみたいなんで、はい、あのそれはよかったんですよ、げっそりやつれたそうですね、その方がねよかったっていう、この VTR をご覧くださいでもそれもリアルだったかもしれないです ね、 そうですね、そんなね呪いの隠されし村を取材したスタッフとしては、そうなんですよ、最初だから、はい、杉沢村伝説っていうのはもう入ったら出てこれないんじゃないか、うんうん、そのそこから脱出できないだろうっていう定義なのに、そういうふうに VTR 作ってるのに、そういうのを探そうって作ってるのに、うん、その探してる本人がスタジオにいていいんですかって聞いた、まあそれはそうです確かに、じゃあ見つからなかったか、そんなね、うん、嘘だったかってことじゃないですかって言ったんだけど、はいはいはい、なんかそうスタジオの演出の人がどうしても、うんうん、なんかそういう生のね意見を聞きたいから出てくれって言って出ました。え、そもそも杉沢村特集が立ち上がった経緯っていうのは、一応ですね、ご存知のようにアンビリアボーって初期オカルトというかホラーというか、はい、そう怖いこといっぱいやってて、最初は視聴者体験の恐怖シリーズとか、はい、再現ドラマ主体のものとか、はい、心霊写真コーナーとか、そういうのも結構人気があって、で僕がですね一本やったんですよ、なんだっけな、あの北海道のすりなく木っていうのがあるんですよね、はいはい、切ろうとするとなくやつ、はい、でなんかそれが実際すりなく木のなんか音声なんか出てきたりとかして、おうおうおう、で現地に行って、うん、であんまり再現ドラマを入れずに、うん、そのドキュメントだけでちょっと作ってみようかっていう話になって、うん、それで作ってあのやったら、まあまあ評判も良くて、でなんかこういう当時だから多分なんかあんまりそんな心霊ドキュメントっていうジャンルはなかったような気がするんですよね。そうですね、まあ、だから義母愛子さんとかが行ってなんかいる、ね、ここにいるかわいそうなとかはあったけど、はいはい、そういう霊能者じゃないテレビスタッフが調査するっていうのは、そうですね、はい、川口探検隊のちょっとこう日本版みたいなんじゃないですけど、川口探検隊は完全にもう、ね、あれ やらせ的なことだけど、 でもそういうことじゃないですもんね、ちゃんと本当に行って、はい、本当に役場の人とかに話聞いて現地に映像行くっていう、っていう、はい、でそれを撮って、じゃあそういう方向性でなんか山の牧場をなんか探そうみたいな話になって、ああいいですね、山の牧場の話も、ね、はいはい、災害ドラマ仕立てでやって、うん、それが本当にどこにあるのかっていうのをやろうっていうのを、うん、会議で、でそれで僕プロデューサーと一緒にあの出版社に行ったんですよね、アンビリオが取り上げたいっていうふうに、はい、じゃあメディアファクトリー、そうですね、ですね、はい、そしたらね、なんかねやっぱりあのちょっといろいろあって断られちゃったんですよね、ちょっと難しいと、まあ、知見者の方もいるでしょうし、ね、そうですね、うん、まあ、あの作者の方もいろいろ考えがあったんでしょう、はいはい、で結構もういけると思ってたから、うん、台本も作っていて、なんかもう前のめりになったんですけど、はい、なんかちょっとだから厳しいことが分かって、まあ、そっか、最近やってましたけどね、 CG とかも込みで、そうですよね再現 CG とかも込みで、最近某番組でやってましたけどね、それでもうね時間がなかったんですよ、はい、結構もうサブ出しっていうかのスタジオで VTR 見せる日までがもう10日とか、はいはい、10日ぐらいかな、来てたからもう、はい、でも結構2時間のね、まあ、全部じゃないですけど、もうほぼ2時間の番組を埋める VTR を、でその中でちょっと前に会議になんかあの番組ってリサーチャーっていうのがいて、はい、でいろいろこう
リサーチして調べてきたこういうネタが今流行ってるとかっていう、いやその会議毎週やるんですけど、その会議で出てた杉沢村っていうのがあって、うん、まあ誰が言ったかこれは今すごい流行ってると、うん、インターネットで、うん、2チャンネルとかで、うん、でこれを、まあ、僕やることになったっていう、はい、青森に行くってことだった、はい、でそうですね、だから杉沢村の伝説はそこで初めて知ったっていう感じなんですね。そうですそうです、はいはい、まあ、流行ってるのはなんとなく知ってましたけど、はいはいはい、細かくいろいろ調べたりとか、へそういう話なんだって、はいはいはい、ただ、はい、インターネットの噂だけなんで、これが果たしてそんな番組持つかなとか、はいはい、いくら心霊のねドキュメンタリー調のやつがいいとはいえ、それで山の牧場の場合は本当にちゃんと見てきた人が書いてる本を参考にしてるから、実在することはもう裏が取れてるんだけど、はい、杉沢村は本当にそう、ね、まことしやかなね、はい、もう噂話でしか本当ないから、はい、それをどうやるのかなって、でまあ行ってなんか難しいなとか思って、はい、一緒に AD のスタッフの男の子に、はい、これ無理だなって言ったんですよ一応だから街でもインタビューしてるじゃないですか、はい、まあでもだから街の若者とか知ってる人は、ですよね、まあ、はい、みんな熱はあるんですけど、はいはいはい、なんか僕できる気がしなくて、はい、なんかもうで自分で電話するのだったから、はい、プロデューサーに無理だって言って電話でって言って、うんうん、貸したって言って電話して帰ってきて、あの永井さんって言って、なんか50分尺の VTR が取り上がるまでは帰ってくるなって言ってますええーとかなるんですじゃあもう杉沢村を求めて何とかしないといけない、やることにもう決まってるんだって言って、はい、そうかって言って、ちょっと無理くりじゃないですけど、確かにその探して、で、まあ、結構右往左往してますもんね。そうですね、役場の人に行って、はいはい、青森県にはかつて杉沢っていう村が日課所あったけど、はいはい、でもどうも行ってみたりしても違うなっていう、どうしようどうしようっていうね、うん、はい、実際ね、あの噂になってる場所もあって、はいはい、石田さんもね、あの、はい、おっしゃってましたね、はい、このそこも行ってますけど、はいはい、でそこも行って、まあ、撮影もしてっていう、ただ、はい、そこは違うんで、そこは実は偽杉沢村であって新杉沢村があるっていうのが、はい、このミリオン出版から出されていたダークサイドジャパンの創刊号ですね、はいはいはい、ボリューム1、はい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 、こちらあの番組内でも資料で、はいはい、として扱われていましたもんね、はい、っていうのがあって、まあ、はいはい、こちらにもやっぱりあの今でもある赤い屋根の家とか、はいはいはい、鳥居とか、はい、あの岩とかちゃんとあるんですけど、はい、された人の岩とか、はい、ただあそこは偽物だって、ね、言うんですね。そうですね、その、はい、結構ね、はい、肝試し気分で若者たちがそこに訪れたりとかしてっていうので、っていう場所だったらしいですね。ただあそこは A さんという、ね、男性もともと住んでいたところで、今でも普通に太鼓の練習とか、はい、あの別荘として使われているところだから、はいはいはい、ここはもう来ちゃダメだよっていうふうに、ね、あの番組内でも注意していて、はい、あの番組上としてはやっぱりこう撮影して、はい、当然の無許可で撮影するわけにはいかないので、はい、であの撮影する前に A さんに連絡して、 A さんに、はいはい、ご相談してっていうのはしましたね、はいはい、それでなんか困ってると、はい、だからあの番組でしっかりと、はい、ここは杉沢村ではないというのをちゃんと表明しますので、はい、っていうことで許可を得て出していただきました、はい、そうですね。いやこれ本当に私みたいな底意地の悪いひねくれた人間の考え方からすると、やっぱりあそこの A さんの土地の建物を杉沢村だってって言うとやっぱりそれはもちろんダメじゃないですか、はい、まあ、実際杉沢村じゃないし、ないし、あの事実として、はい、ただ、まあ、若者たちが噂しているのはあそこなんじゃないのかなって気はするんですね。古ぼけた鳥居もあるし、はいはいはい、あの岩もあるし、実際、ね、そこに行かれた人が2チャンネルとかに書き込んでるだろうから、はいはい、ほぼほぼそこの体験談をね書き込んでる人もいるのかもしれないですし、はい、あとねこれちょっと不そう杉沢村をやって僕はの実感ですよ、はい、そのやたらと車窓が入るんですよ、こう車窓、いわゆるあの車運転してるじゃん誰かが、はい、でカメラマンが助手席に乗って、まあ、よくナレーションで我々は次にどこへ向かった青森のっていう、こうずっと道路とか山道とかをこう、はい、カメラがずっと走るカット、それがすごい視聴率取るっていうのが分かったんですよね。あリアルだから
ねえ、なぜか分かんないけど、その調査してるスタッフたちが割と前に出てて、どっかに向かっていくっていう、こう期待感があるのか、はいはいはい、あ、じゃあポツンと一軒家は、うん、アンビリバボーの杉沢村から生まれてるんですね。そうかもしれない、それ分かんないですけど、でも、でも悪いことですもんね、そうそうね、あれ、山の中ずっと、うん、僕、やばい、落ちそうだよって言いながら、確かに探していく、どっか、あの、丸丸さんちって、ここら辺にあるって聞いたんですけど、とか、あれ、完全に杉沢村と同じフォーマットですから。ポツンと一軒は杉沢村だったのか。だから永井さんが作り出した杉沢村フォーマットがねえ、ね、ちょっとどこまでねポツンと一軒のスタッフの方があれかも分かんないけど、あの杉沢村行った時はそんな感じで、だから視聴率出るじゃないですか、はい、で1分ごとに毎分表っていうのが出てきて、はい、最高視聴率というのはどこかって見たら大体車窓カットなんですよね。面白いですね。あ、だから逆に見つかるか見つからないかじゃなくて、探してる過程がリアルな過程が面白いっていう。そうなんですよね。だからまあ当然結論はね、ちゃんとある種の出さなきゃいけないけど、はい、まあ、ドキュメンタリーとしてはね、うん、なんかまあちょっと実際なかったらなかったら仕方ないなって感じでしたね。もうそれはもうリアルだから、ね、はい、ただ探しに行ってるっていう過程は事実で、はいはい、そこは真剣に僕はあると思ってやってましたし、はい、私やっぱ当時としては結構新鮮だったかもしれないですね。テレビでそういうスタッフたちが探しているのをずっと映すっていうのも、うん、そうですね、うん、そうですね、なるほどね、その面白さですね、うん、確かにそうだ、うん、という杉沢村特集がもう大ヒット、うん、大評判になりましたもんね。そうですね、あれアンビリバボーの中でも一番ぐらいの、あの当時で視聴率、うん、そうですね、良かったですね、 20% を超えて、はいはい、すごいな。だからインターネットが普及してきたとはいえ、やっぱりそのテレビの影響力の方が全然すごかったんでしょうね。そうですね、2000年ぐらいの時は、はい、続編も作ったし、はいはい、いろいろそういう心霊ドキュメントみたいなものを やり始めましたね。そっからだから、そう、そのアンビリバボーでもドカーンと話題になったから、はい、やっぱりレンタルビデオ屋行くと、まあ、どっかの、まあ、多分心霊ドキュメンタリー作っている制作会社の人たちが、はいはい、あの本当にあった杉沢村みたいな感じの、もう無造無造みたいな心霊ドキュメンタリーみたいなのもあった中で、田川寛太監督 の杉沢村伝説っていう、はいはいはい、まあ、割と心霊ドキュメンタリーの歴史をの中ではエポックメイキングな、あ、そうなんですか、はい、作品が生まれたりとか、杉沢村のおかげっていうところもあるんですね。心霊ドキュメンタリーがある程度2000年の初めにあのビジネスとして成り立っていったのは、なんで杉沢村があそこまで視聴率も良くてね、はい、その話題になったのかっていうのはあのいろいろ考えたりもするんですけど、はい、その後にあの別の例えば島とか、はい、怖い島とかだったりとかもやったんですけど、はい、当然杉沢村ほどやっぱり爆発的には人気出なかったんですよ。それは7人坊主のやつではなく、例えばあの小島っていう、あ、はい、あの島だったりとか、はい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 、あのまあ、僕、はい、福井県の、そうですね、はい、僕じゃないディレクターが島やったりとかしたんですけど、はい、なんだろう、ヒットの要因の一つとしては、うん、村っていうのが大きいんだろうなと思って、はい、その島より村の方が視聴率取るってことが分かりました、はいはいはい、アンビリをやって自分の故郷がね、なんか山奥の村にとかって、ひょっとしたら自分の故郷の村にああいう怖い場所があるのかもしれないっていう、うん、なんかリアリティがあるのかな、うん、あとそれこそ横溝正史の近代一シリーズみたいにちょっと隠された村の因習があって、うん、そうですね、ですごいなんか恐ろしいことが起きてっていう、はい、ちょうどそのダークサイドジャパンの赤木さんも書いてるんですけども、どうも青森でその噂が流れ始めたのは90年代ぐらい、インターネットの前なんですよね。で本当に流行りだしたのは1996年みたいだと。でそれ何かっていうと、あの豊川悦司の八つ墓村が、はいはい、リメイク一番、そうそう、リメイクあった、それ関係してんじゃないの、うん、っていうふうに書いてもいるんですけども、やっぱり八つ墓村って横溝正史の代表作みたいなところあるじゃないですか、うん、はい、でもね、まあ、いろんな賛否両論あるけど、獄門島っていうのはもう探偵小説としても素晴らしい傑作なんですよ、でも結局やっぱり八つ墓村の方が、はい、あの横溝正史の代名詞になるということは、うん、やっぱ村の方が強いのかなっていう、島よりもっていう、うん、すごい好きなんですよ、はいはいはい、横溝先生の作品が、はいはいはい、あ、じゃあやっぱりやるべくしてその、そうですね、杉沢村、そう、ちょっと八幡村気分で撮ってましたから、うん、再現ドラマとかは、そうですね、はい、だからその、うん、なんだろう、入り口はそういうオカルトとか、はい、心霊とか怖いんだけど、横溝先生の作品でそこから入って実は
そうじゃない、うん、ミステリーっていうか、うん、その全て腑に落ちるような、はい、こうことで、ね、人間の恐怖とか怖さみたいなのが描かれるっていうのが、はい、フォーマットとしてあって、はい、そういうのをやりたくて放送禁止を作ったみたいなところも実はあるという、なるほど、ね、ドキュメントでそうやってこう恐怖を探っていくっていう、うん、そのテイストは、まあ、アンビリバボーで結構何本もやって、うん、まあ、その放送禁止を作る時もその流れがやっぱりベースにはあるってやっぱあります、ね、うんうん、やっぱりアンビリバボーのフォーマットが放送禁止につながっていくっていう、はい、これあと2003年に放送禁止シリーズが始まるわけですが、はいはい、まあ、こちらで当時のテレビとしてはかなり実験的で冒険的な企画だったと思うんですが、これ立ち上げの経緯ってのはどうだったんですか。はい、ですね、このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。